皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年の、2月の、26日、19時45分。ですね、ボクシング界の方たちへのメッセージということで、どの方が、どこの階級への話なんですけども、井上尚弥選手が、フェザー級へ行って、ていただけるとスーパーバンタム級が開くと、日本人選手のチャンピオンは今いないと。で、それに合わせて、中谷純也選手がスーパーバンタムへ行くと、体格を見たときに、結構身長あるなと、やっぱり思いました。で、スーパーバンタムへ行った方がちょうどいいぐらいの体格をしてますので、それでいいんじゃないかと。井岡一翔選手は現在スーパーフライ級チャンピオンですから、そちらの方で4団体統一を目指すと。大体のところはそうですね。これである程度。だから井上康生選手が、5階級制覇もかかってますから、最速の話ですね。だからその辺のところも、どうされるのかというところで、一つ上の階級へ、行くのかどうかというところですね。僕は行った方がいいとは思うんですけども、せっかくの、世界最速、その最速っていうのが、試合数の形での最速です。年齢ではありません。その年齢のところまではちょっと僕の方も調べきれてないんで、ちょっとわからないんですよ。で、こちらの方のその情報では、拾い上げてる情報では、その試合数で見ると世界最速で、4階級の制覇ができてると。こういうことなんですね。ホームページ、淡井圭介の履歴の、132番に、ボクシングデータ、階級、体重などという欄があります。132番です。そこで、一応僕なりに、その、階級の表を作ってみたんですけども、これ読み方とか、その、4つの団体で、この内容で全て合ってますかね。その番号のところ見ていただいたらわかるかと思うんですけども、その団体によってちょっとの差とか違いとかがあるのかな、どうかなと思うんです。っていうのは、ストロー級はどうとか、そういう YouTube で、昔の、内容を見たらストロー級という階級がありましたけども、私の方の調べでは、見当たっていない。現在の名称がミニマム級なんですかね。だからその辺のところとかちょっと僕もよくわからない部分があって、スーパーライトフライっていう階級があるんですよね。寺地健志郎選手はスーパーライトフライなんですよね。私の表記の方では、スーパーライトフライという階級は、スーパーフライ級のことなんですかね。ちょっとその辺のところとかも僕もよくわからないんで、いろんな表を見ながら作ったつもりなんですけども、ちょっとその辺のところで、僕は言わんとしてることは、言おうとしてることは、ややこしい言い方して申し訳ないんですけども、同じ階級でできるだけ日本人同士のチャンピオンの方が、ぶつからないようにと考えて、言ってるつもりなんです。で、どうしてもバンタム級だけちょっと混み合うような形になりそうですね。やっぱりスーパーフライ級という表記ですよね、田中康生選手。だから次バンタム級だから、バンタム級混み合う中で、5階級制覇がかかってる、4団体統一もかかるような状況になってきてるっていうことですよね。だからそこで5階級制覇で済ませてすぐさっと上行くのかどうかのところで行くと、
バンダムの次のそのスーパーバンダムと井上尚弥選手が4団体統一どれぐらいのペースでするかによって、だからまあ中谷純也選手がスーパーバンダムで4団体統一を目指すでしょ。その、だからその2人のペース具合によってスーパーバンダムにあのバンダム級の選手がいつ乗り込んでいくのかっていう話になってくるかと思うんですよ。まあバンダム級から一つ階級下げると、まあスーパーフライ級だから、まあ井岡一翔選手はね、まあ、4団体統一終わったりした後で、まあどうなんでしょうね、まあその時の状況にもよるんでしょうけども、まあこの間有利悪意選手という読み方でいいんですかね、あの有利選手、この間あのフライ級でチャンピオンになったところだと思うんですけども、まあ下行くとフライ級で上行くと井岡一翔選手が、上行くと、まあバンダム級ですよね。だから、うん、あ、ちょっとごめんなさいね、その寺地健志郎選手のスーパーライトフライっていうところは体重を見て判断したらよかったのかな。だからちょっとその辺のところでよく分からなくなってるんですけども、まあ軽い階級のところがちょっと混み合ってる、まあミニマム級のところは、まあご兄弟の方が重岡選手がミニマム級で2人世界チャンピオンが存在するというところで、ライトフライが一つ空いてるから、まあライトフライで今貴金属に世界戦、今年中にすぐに組めそうな、日本人選手がいないのであれば、どちらかが、ライトフライに行ったらいいんじゃないかなとも思いますし、まあ、今現状、まあ、10人その日本人の世界チャンピオンが存在していて、まあ、以前最多で日本人の世界チャンピオンが、13人ボクシング、まあ、それが最高記録だったと思うんですけども、もう僕 もうだいぶ、頑張りましたね。で、まあ、今の4団体統一の、まあ、井上尚弥選手がいる中で、まあ、10人ということを考えたら、うん、まあ、複数のチャンピオンでもある選手などもいることを考慮すると、まあ同じぐらいっていうところですかね。まあまあ記録的に見たらその田中康生選手とか井上尚弥選手のその4団体統一とか、田中康生選手の世界最速の試合数での、4階級制覇などは、まあ、目を見張る記録的な部分があると。あ、まあ他の世界チャンピオンじゃない人の情報が僕あんまりよくわからないですからね。まあこの間試合を見た人と、あとはそう、もう那須川天心選手が階級がどこかももうちょっと今頭の中にない状態で、まあ今の現状の日本人の世界チャンピオンの人たちのデータを調べて今言っているだけで、まあ彼も那須川天心選手も、まあ、世界チャンピオンにはなれるでしょうね。まあ、見ている限り、この間の試合も、その、試合を取り行ってみた時の感覚的にそうなんですよね。すごく、強いですね。田中康生選手と井上尚弥選手と中谷純也選手と、まあ、那須川天心選手。まあ、那須川天心選手の場合は、相手もまあ世界ランキングはそれなりにまあそんなに上の方じゃなかったっていう部分もあるので、まあどうなのかっていう部分はあるかと思いますけども、やっぱりどの格闘技でも無敗のままでここまで来てるっていうところは、やっぱりボクシングの世界でも世界チャンピオンにはなるでしょうね、まず間違いなく。だから、まあ、その先は4団体統一だとか、それを複数の階級で行うだとか、まあ、そういうふうなことを試合に入れてどうこうと、まあ、その時の状況とか、まあ、その時の皆さんの年齢だとか、まあ、引退される方は、引退されるでしょうし、
4団体統一ってどうですよね。その階級で世界チャンピオンになってからその年中になろうと思ったらできますよね。だからまあその辺のところで2つのベルト持ってるチャンピオンと試合して勝てば2つベルトが手に入るんですよね。だからまあそういうような形で効率よく試合のカードは組めたらなとは思うんですけども。というのがまあ僕は思ったことであって、まあ一応言葉に出して言っておいた方がいいなというところから、言っておきました。まあ、この間のその3人の、日本人の、世界戦の後が、競馬のサウジカップ。最後の2時の夜中の日本時間の夜中の2時、寝てました、本当に。まあ、けどね、ある程度の時間帯までは、なかなか、やっぱり寝つけなかったですね。その間に、なんか、表記ももう、あんまり疑い始めると、僕も そのフェイクニュースとかで あんまり疑い始めると、その、向こうのね、方のダービーがグレード3扱いになってる話とか、あれも、本当のとこどうなんだろうって思いながら日本馬が勝ってるんですけども、その時間帯、まだ僕の起きてる時間帯です。まあ、この間のメッセージ見てもらったらわかりますけど、後に、まあ、食事して、まあ、報道を確認しようと思ってたんですけども、まあ、ちょっとね、録画の時間、容量が足らなくて、ハードディスクドライブの。で、サタデーステーションの、録画が、できてなかった。で、まあ、報道関係に関しては、インターネット記事とかを、まあ、ちょっと見て、っていうところで、まあ、横になったっていう形ですね。だから、その、118番に競馬界のことも、まだちょっと記載してるんですけども、まあ、昔から大体そうですよ。だから、もうその、明け方のレースとかめっぽう弱いですから、日本の。寝てるから、そんな時間だ。その、松山英樹とか、錦織圭をね、世界ランキング両方とも1位までしようとして、まあ、一時的に、松山英樹は世界ランキング1位とかなってるんですけども、その時、夜中とか起きてるんですよ。それはもう、そこを目指して頑張ってたから、もう、これ、起きとかな、これ無理だっていうことで、だからその時はね、もしかしたら競馬界の方とか、他の、人たちも良い結果出てる可能性があるかもしれませんけども、ただ基本的に一人で同時刻に2つの試合っていうのはハードルはものすごく高いですね。まあそれは去年の阪神タイガース、ヴィッセル神戸の話でもう十二分に皆さん聞いたと思いますけど、まあ、そういうふうな形で、なんかもうみんなある程度のお金、特に競馬界の金額は本当なのであればね、世界戦もどうせ僕が担当だったんだから どうせそうでしょう、ほぼほぼ。まあ、それでサウジカップ2着になったっていう部分もあるんですけども、けど皆さんどう思います？賞金額10億円って 変でしょ、それはそれで。日本の競馬界で G1 のレースとかで売り上げ10億円1つのレースありましたっけ？どうでしたっけ？っていう話で、G1 のない日とかの、例えばね、土曜日とかのレースの売り上げは、10億円とか達してない時って結構あるんですよ。1日の総売り上げですよ。そんな1等のお前、賞金そんなに出してない。どうなんのって、それ。他に従業員がね、いっぱいその、日本全国いろんなところにチケット売り場とか作っちゃってるでしょ？で、競馬場開けた開けたで、警備員とかいろいろ人件費かかってるでしょ？固定資産税とかいろいろ法人税32.1%のはずでしょ？ JRA って完全に国営でしたっけ、まだ。JRA の株なんかみんな聞いたことないですよね。それだったら農林水産業の、農林水産省の、傘下なんですよ。のままっていうこと、国営のまま。な、話聞いていて、よくわかんなくなるんですよ。僕もまた JRA のこととか、これね、調べ直しても調べ直しても、結局僕の方で情報量の、その記憶の方の容量がオーバーしてしまって、もう、ついていけなくなるんですよ。じゃあ、地方競馬場って、そこも国営なんじゃなかったでしたっけの話になるから。何言ってるのか全然話わかんなくなるでしょ。今までね、じゃあ、第二次世界大戦があったから、どう考えても絶対そうなんですよ。そんな、国営とかでしなかったら、ね、第二次世界大戦の後にね、
競馬しようとして、そのチケット売り場とかもう一回再整備とかするお金とかね、そのどこに元手があるんですかっていう話になってくるじゃないですか。本当に本当に。でテニス界のあのインターネット上のあのどうせフェイクの記事だと思うんですけども、エントリーしただけで750万円、世界戦日本人選手 2,3 人出てるじゃないですか。ダブルスとか含めます、含めます、含めたらとんでもない数になりますよ。もっと増えますよ。そんな甘い話あると思います？どこに転がってると思います？その選手に対してのその賞金、1試合でエントリーするだけですよ。そんなこと1年間投資したら、その人総理の練習エントリーするだけで1回戦負けても全部負けっぱなしにもエントリーするだけでね、年収、総理の年収を超えちゃうんだから、そんな甘い話あるわけないじゃないですか。絶対に総理でさえ期間限定でね、その政務官ぐらいから始まるか、そうじゃないぐらいのところから始まってる人もいるでしょうし、それから副大臣とか大臣経験して、複数の大臣経験してから総理ですから、テニス界の賞金も本当のことを教えてほしい。まあ経費がこれだけかかって、で法人税 23.1% 払ってる方だからとか、なんかそういう話とかいろいろ出てきて、経費がね、宿泊費用とか、その世界中飛び回ってるその交通費でもこれぐらいかかるから、もうそれだけ出してるスポンサーの人にからお金かき集めてとか、もうそういう本当の話してほしい。本当のところどうなのかって、どっからどこまで本当なんだろうって、普通に考えたらそこまで、けどテレビ局はフェイクニュースで先で使ってないし、もう世の中どうなってるんだ。もうちょっと話戻しますけどね、競馬界だけであの賞金額が全部本当だとするとしますよ。じゃあね、 2.5% ずつ、国内のレースもある程度やっぱり関わってますね。去年のね、安田記念、ソングライトっていう馬がね、勝ってるんですよ。 1600m でタイムもね、1分31秒台で、昔だったら考えられないタイムですよ。昔の、日本のレコード記録かな、1600m の。それよりも、はるかに速いんですよ。1秒以上、速いタイムなんですね。昔の頃と比べると。僕は20歳ぐらいの頃と比べると。まずはやっぱり、レベル上がってる、本気出して勝ちに行ってるっていう形じゃないですか。今日の名前がソングライトで、その日、音楽業界関係のね、あの動画を、アップロードしていたか、作成していたか何かなんですよ。まあ、みんなから 2.5%、特に競馬界から今までの分全部ですよ。それ、年金利込むの話、民放の。それで払って、もし払ってもらったら、そこからでも河川水門解析ダム発電、モコ川ぐらい作れちゃうかなとか思ったりするんですよ。いや本当に、あと、野球界とかね、そこも 2.5% とか、まあ、サッカー界も本当はそうですし、だから他の業界とかも、だから正直、テニス業界とか、本当のところお金あるのっていう話になってきますから、本当のところの話。あ、世の中、そんなにめちゃくちゃ大きい家見たことないし、そこの家って多分大体大きな家は差し押さえられてるから、何か社会全体のことを勘違いしましたみたいな形で、もう本当のことを教えてほしいですね。まあ、けど競馬界は昔からの賞金額で表立って公表してるんですよ。謎ですね。サウジカップ10億円一着。大きすぎるでしょ。あんまり日本がテレビで嘘を放送してるから、嘘言われて乗り込んでましたとか、もう本当の話聞かなかったら、向こうのね、ダービーが G3 扱い、グレード3扱いになってるのも話おかしいし、一応競馬業界はグレード3、グレード2、グレード1、グレード1が最高峰のレースで、まあ、そこには、メス馬用のレースだとか、オス馬用のレースだとか、年齢制限があったりだとか、馬の年齢のね、そういうような形で行ってるんですよ。あとは距離が違うかったりだとか。謎だらけですね、本当に。以上です。
皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。まあボクシング業界としては、まあ、先ほどのような形で動いてみたらいいんじゃないですか。だから井岡一翔選手は、まあ、4団体統一近いでしょうし、まあ他の方たちが今の、まあ、井上尚弥選手はそのフェザー教育として、その今の階級の世界チャンピオンの方で複数の団体のチャンピオンって井岡一翔選手だけでしたっけ？他にもいらっしゃいましたっけ？ちょっとそのあたりも僕の調べ方が今ちょっと甘かったなっていうところ気づいたところなんですけど、まあまあとにもかくにも、まあ、全体的にはそういうふうな形で動いてみていただいたらいいんじゃないかなと思います。だからそのね、まあ今、円安だからどうこうっていうだけでもないし、その、記録的なところって目指せるときしか目指せないじゃないですか。これまだ1からね、例えば世界最速で、例えば田中康生選手の、複数階級制覇なんて、そう簡単にできることじゃないでしょうから、特に世界最速の試合数っていうところは。だから狙えるときに狙わなかったら結局後で後悔するでしょう。あの時なぜっていう。だから、そういうところぐらいはね、しっかりとチャレンジできたらいいんじゃないかなとは思いますね。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録と、まあ、いつものですが、皆さんに広めといてほしいの話、その辺のところ、ご協力お願いいたします。以上です。